中山敏夫は、日本の政治家、徳島県小松島市長、元徳島県議会議員、徳島県小松島市和田東町に生まれる、小松島市立和田東小学校に入学し、小松島市立南小松島小学校を卒業、徳島大学附属中学校、徳島県立城南高等学校を卒業、1986年3月、 芝浦工業大学建築工業学科卒業。同年4月、鹿島建設に就職。1990年、帰郷して、中山建設株式会社に入社。2002年、有限会社 NI 建設を設立。2011年4月の徳島県議会議員選挙に、無所属で立候補し初当選。2015年の県議選は、自民党公認で立候補し再選。 2019年参戦。2020年4月13日、小松島市長の浜田康則は一般廃棄物最終処分場をめぐる対応などについて考えの違いが生じたことを理由に副市長の孫田務を解任。その後、パワハラ問題などが表面化したことを受けて浜田は4月20日に市議会議長に辞職願いを提出。市議会は 同日の臨時会で同意し、4月30日付の辞職が決まった。同年6月7日に行われた小松島市長選挙に立候補し、浜田に解任された副市長の孫田勤を僅差で破り初当選した。当日有権者数32,407人、最終投票率58.08%。ありがとうございます。